こっち無理だから、これでガンって入ってぶっ飛ばせ。シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よくなきゃ、新モンスターテンペストをいろんなクエストで使っていくってやつぜ。さあ、新限定モンスター、このテンペストなんだが、まあ、すでに反対地盤、要するに対案版では実装されててよ。それが日本版にやってきたってやつ。で、こいつがなぜやってきたのかっていう俺なりの予想なんだが、まあ、オリエンタルトラベラーズってガチャがあったんだけど、それが、あの3匹も反対地盤のモンスターなんだが、意外とよ、時代遅れな感じがしたから、まあ、西王坊がギリ22の国で使えるかなというのはあるんだが、引く人少なくてやべえと思った運営がこのテンペストをまあ、バーってぶち込んできたっていうのが正しいと思うのよ。じゃあ、こいつ、性能どうなのと。こいつ、普通に強えぜ。あの、闇の爆裂や超絶で十分適性持ってる。まあ、今回使うんだが、さらに、まあ、近畿終わっちまったから使えねえんだが、まあ、19の国とか、でも普通に使えると思うから、性能は全然 OK。しかも今後の将来性もある。さあ、性能見ていこうか。味、バランス型、反射、ゲージがね、飛行、超アンチ、重力バリア、重力バリアキラー。これ3つついててゲージがねえんだぜ。本当に打ちやすいわ。で、ターン12プラス12。で、12の軽い SS 持てるし、24の重たい SS 持てる。これがかなり優秀なのよ。で、スピードとパワーがアップ&敵に触れることに電撃を放つ。まあ、これアドブタとほぼ一緒の SS になってるな。で、これがよ、本当に、雑魚処理もすごいし、ボス削りもすごいのよ。もうおすすめ。で、まあちょっと弱点としては、この友情コンボの火力が低いってとこかな。まあスピードアップでも本当にサポートしてくれるんだが、まあそれでサポートしてくれると考えると攻撃もできるし、サポートもできるって点でまあ十分強いかもしれない。で、ラックスキルクリティカル。これが意外と活躍する、本当に。まあ今回使ってみたでいっぱい出るんだが、もう結構発動してんのよね。パワー型かってぐらい。で、HP は2万5000ねえが、まあギリいってるようなもんだからな。まあ重心から2万5000いってるやつは体力がめちゃくちゃ高いってこと。で、攻撃力が、まあ、3万近いが、ほぼ3万なんだが、何こいつすげえ全部ギリギリじゃねえか。で、この3万つうのは、ま、ゲージが、まあ、ねえ分高く見えるのよ。でも、キラーもあるし、それはもう全然高い方だと思うぜ。で、スピードは 353.68。もうこれも十分すげえ。でもこれ、超アンチ重力バリあるから、めちゃくちゃ速く感じるぜ。さらに、今回、単体でもねえけど、まあ、4体使ってるから、まあ、あの、変身 SS 使って。それでスピードワンアップできるし、めちゃくちゃ速い印象がある。さあ、OK。それじゃあ、早速使っていこうじゃねえか。契約完了。よっしゃ、いろんな超爆裂で使っていくぜ。まずはメシャモンテン回。これザコが闇属性だから、光属性の倍率が乗るし、重力バリアでスピードアップもするし、さらにキラーも乗るぜ。半端ねえ。めちゃくちゃ楽って、まあ右残ったけど。さあ、次、ボスに対しても相当ダメージを出すぜ。ドラララララララ、ほら。で、次。これザコ処理が半端ねえから。で、今回バッツを使って無理やり簡単にしてるから。オッケー。で、これ、友情の超落雷。めちゃ麻痺する。この1試合だけでもよ、本当に、5、6回したわ。さあ、これが、敵が闇属性なら本当に半端ねえな。さあ、次、SS1 段階目を黄泉に向かって撃ってみるぜ。このパワー！いや、どうしたどうした、この威力半端ねえ。さあ、まずは、2段階目を、相手妙にぶち込むぜ。このパワー次は、電撃のみの、ほぼ電撃のみのダメージを、ボスに与えてみようと思うぜ。あ、いや、半端なくねえか。さあ、ちょっと暴れ具合を見るってやつ。これ敵重力バリア持ってたらよ、もう半端ねえ。さあ、こっからは不動明王。さあ、この雑魚戦能力を見よう。で、これブーツ履くが、これで倒しきる。どら、めちゃくちゃ動き回るじゃねえか。かなり速い。さあ、次はボスをワンパンするぜ。ぶちかませ、このパワー。さあ、ここでもこいつのパワー見ろ、このパワー。さあ、もう一回、このパワー。
さあもう一度、ドロワラこのパワーさあここからはラストゲージで SS を使ってみたってやつ。さあこれ中に入るの撃つ。あーちょっとミスったな。これはダメだったな。じゃあ次はあの右上にバッて入る感じで行っていこうぜ。さあぶちかませ。のいいんじゃない、結構なダメージ。あ惜しい。うわっほらオッケー。いや普通に強えわ。つかバッツ本当はありがとう変身。さあこっからは爆裂読みに使っていくってやつよ。さあまずはボス前ちょっとやってんだが、これバッツを変身させるために結構スキルダメージしてきたから、でいい感じの時にスタートするぜ。今だなこれが。さあボス戦やっていこうぜ。でまずはバッツで変身するぜ。さあぶちかましていくぜ。じゃあまずは最初に触れた敵に仲間に変身するから、まあ、右下のあいつも倒しつつ行こうじゃないか。倒せなかったけど、ほら変身。これがやべえだろ。でここからボスに向かってどんどんボコボコ殴っていくぜ。おら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 、これがなかなかダメージ出るじゃねえか。で次が次レンブラントか。レンブラントで右下の村正を倒しつつ上に上がっていくぜ。スピードアップを見よう。オッケーいい感じ。さらに止まらねえ止まらねえ。で次あいつか。これで突破はちょっと難しいか。契約完了。どれぐらい削るか。あ右に入らなかったけど十分すげえダメージ、重力バリアキラーが乗ってるぜ。で次はバッツ。どこ行ったバッツ。ちゃんとなりきってやがるなこいつ。俺とかずっとこいつバットと思ってたのよ。バットで全然検索しても出てこねえから持ってねえのかと思った。大丈夫か。で次のやつでちょっと SS をぶちかましていくか。どういう風にとか横勘で降りていったらいけるか。あーこれは横勘で降りていった場合はよ、プニで抜ける、あプニュッ引っかかるか。こっち行くの無理だもんな。じゃあ斜めに打っていく。これいけるかな。これでなんか飛ばせそうな気がする。こっち無理だからこれでガンって入ってぶっ飛ばせ。ドラー、いいダメージ、倒しきった。いや下のプリンにも結構ダメージ出たな、あの電撃で。で最後はあの2段階目をしっかりボスにぶち当てるから、ここでよ完璧に全員倒す。え、いったの、いったよ。さあここでこいつの力見せてやろうぜ。これで倒しきるくらいだねとおめえは弱えぜ。さあ行け、このパワー。あな、何今の。いや、普通に言ってるよな、これ。あ、当たってんのこれ。ちょっと今、減速っつうか、ちょっと角度も変わったような感じがしたよな。そういうことか。え、あれ、めちゃ強かったんだね。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。
勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言ってしかたねえ。